こんにちは、カフェバイニと山陰柴犬サニーの玄関先で届いたばかりの宅配物を開けるシリーズでー、今日は嬉しいものが届きました。いつもありがとうございます。あら、サニーちゃん嬉しいですね。このシリーズで大体の定番のものが多いんで、もうよくご覧いただく方には、また酒かとか、また炭酸かとか、また水かとかですね。そういう感じなんですが、これは多分初めてだと思います。昔買ったことあるかと思うんですが、これ何でしょうか。はい。チャイナ、なんだっけ、チャイナノバ。お家で食べる本格中華です。あの中華というのは、まあうちはだいたい和食か洋食みたいな感じで、それが何かというと日本酒かワインって感じなんですね。で、数年くらい前までは、あのその中に、紹興酒も入ってたんですよ。で、紹興酒の時は中華にするんですが、中華っていうのを家庭で作るのはまあ大変ですよね。大変です。まあもちろん最初から調味料からは無理なので、いわゆるクックドゥとかですね。あら、何持ち込んでるの？なんか、サニーさん、上向いて！はい。まあそういうクックドゥとかですね。そういうのを使いますね。それとか、まあもう家で作るの大変なんですよ。二人でしょ。二人なのに、やっぱ中華だと一品か二品じゃなくて三品か四品かとかいろいろ欲しいじゃないですか。そうすると材料もあれだし、もうとにかく台所がもうすごいことになるんですよ。もう鍋もいっぱい使うし。で、まあ大変なので、ですね。で、だんだんと、まあ、毎回台湾の紹興酒を、美味しい紹興酒があって、それを6本とか買って、やってたんです。でも、いつの頃からか、もう中華作るの大変だから、まあ中華はもうやめようと思いました。で、やめておりました。ですから、ここでも中華が来たことはまずないですね。ここ数年全く。まあ、家で中華って言ったら、せいぜい、お昼に冷凍餃子とか、まあ餃子作ることもないですね。大変だからね。ということでございまして、それが、実はですね、素晴らしい紹興酒をある方にいただきまして、これは、中華料理屋さん、あれ、なんだっけ、北京ダックで有名な、全樹徳というお店の紹興酒、5年ものをいただきました。で、これをいただいたらですね、やっぱり、久々の、我が家で中華と思いまして、もう作っても大して美味しくないし大変だしと思って、もうこれは、お取り寄せしました。これ昔ここ頼んだことあるんですが、チャイナノーバさんと言います。多分ほとんど湯煎だと思いますんで、だいぶ楽です。まあ一番楽し、とにかく手間をかけない、時間をかけない、お金をかけないけれども、好きなもの、美味しいものを食べたいと願う中高年のための快適高齢なんとかライフって最近やってないんですけど、まあそういうコンセプトですね。はい、ということで、来ましたよ、来ました。で、これ、いろんなセットがあるんですよ。難品セットとかいろいろあって、その中で私が今日気に入ったのがですね、バイキング方式で、36品の中から好きな10品を選べるというやつです。確か好きな10品を選んで、5600円です。好きな10品。だからだいたい1品が500円くらいです。で、それでプラスアルファできるので、あ、どうしてもこれもということで、11品。好きな11品を選びました。それで100円割引がありまして、6000円ちょうどです。6000円ちょうどで11品入ってます。あ、楽しみですね。まあ私の食べたいもの、好きなものを選びました。冷凍なので、これ全部冷凍庫に入るか心配です。じゃあこれから11品、すぐ食べます。
だいいですね。酢豚おいしい。はい、これが、あ、ちょっとぐらいこうした方がいいですね。はい、じゃあいきます。ピッピッ。はい、酢豚でーす。はい、八宝菜でーす。はい、エビのチリソースでーす。はい、でこれが何ですか。あ、蒸し鶏です。結構大きいですね。ジンジャーチキンです。ほう、はい、続いて緑色のものも欲しくなりますからね。ブロッコリーのカニミあんかけです。はい、続いて、あ、これも美味しそうですよ。セロリの香味中華炒めです。はい、続きまして、フカヒレ入り卵スープです。続きまして、上海ビーフンです。ビーフンもいいですよね。ビーフン大好き。あの、スラータメンもあったんですけど、やっぱつまみだとビーフンかななんて思いましてね。あ、これも美味しそう。野菜と海鮮の XO ジャン炒めです。エビとかイカとかいろいろ入ってますね。はい。続きまして、見た目は似てますが、あれ酢豚、あれ酢豚、酢豚2個、あれ ?1 個しか頼んでないのに。なんで酢豚2個、私の頼み間違いかな。ほんとだ、酢豚が2個ある。はい、続きまして、酢豚？え？酢豚3つ頼んだ？これ間違いじゃないですか？まあ、酢豚好きだからいいですけど、あれ、1個？ 2 個？ 3 個？ 4 個？ 5 個？6個、7、8、9、10、11。数は合ってます。また私の頼み間違いですかね。まあ、酢豚は好きだからいいですけど。はい、ということで、このあらら、さみちゃん見てください。はい、11品の中華と、ご評判いいんですよ。どれでも美味しいって言うんでね。それと、紹興酒で、はい、中華で楽しみたいと思います。久々の中華。おうち中華はもうほんと何年ぶりでしょうか。ほんと。まあ、あの、田舎暮らしですのでね。まあ、中華というと、お出かけした時に、王将に行くぐらいで。王将も美味しいんですよ。美味しいんですけど、でも、お昼なので、紹興酒どころかビールもね、飲めないので。はい、ということで、楽しい、おうち中華でーす。おうち中華、セミちゃん、中華、なん中華、クールビューティー。これも冷たい、冷凍、クール。はい、ということで、失礼いたしました。